バイオハザード RE4 のストランド表現について発表します。本講演は2部構成となっています。皆さんこんにちは。ストランドレンダリングと題して発表させていただきます。髪の毛の歴史はとても長いのですが、私が担当していた範囲でレオンをベースにお話をします。プレイステーション3、Xbox 360時代は半透明のフォワードレンダリングを利用していました。この時は不透明部分を Z プレパスすることで高速化をしています。また最適化のために照明の数で異なるシェーダーを切り替えるなどを行っていました。次はプレイステーション4、Xbox One 時代です。バイオハザード7から現在までシェーダーグラフを使い、アーティストが自由にシェーダーを使えるようになりました。また照明もリッチになった反面、解像度の増大と合わさり、半透明度の描画が困難となりました。髪の毛のディファードで描画し、 Z プレバスを使いながらリザリングで表現しています。ですが多方面から髪の毛の品質改善が望まれるようになりました。アートパワーによる見た目はとってもリッチです。右のバイオハザード RE2 とバイオハザード RE4 はどちらもディファードですが、とてもいい感じです。ですが TAA によるアンチエイリアシングの品質や照明を正しく表現できない問題がありました。さてある時とても有名なサッカーゲームがプレイステーション5でいい感じの髪の毛を表現しているのを目の当たりにしました。RE エンジンのレンダリングユニットはプレイステーション5世代ではレイトレーシングによる見た目の改善を主にやっていましたが、キャラクターの品質改善も重要であると目覚めました。特にデジタルドラゴン2020で発表された EA さんのフィジックス&レンダリングビハインドフロストバイツヘアは、詳細な情報も我々のスタンド開発にとても役立ちました。というわけで高品質な髪の毛が求められています。今回私はアンチエイリアシングが効いた髪の毛の話をします。出来上がりはこんな感じです。上の画面はゲームランタイムで撮影したものです。全体の流れを見ましょう。ストランドは毛の塊単位で動作します。毛のレンダリングは分類とカリングをはじめに行い、ライティングをしてからハードウェア描画とソフトウェアによる半透明描画を行っています。さて毛の分類です。髪の毛の幅の投影面積で毛を分類しています。画像を注目していただけますと、解像度で緑色から紫色に色が変わります。解像度が低い場合はソフトウェアで描画し、解像度が高いとソフトウェアではなくハードウェアで描画を行うため紫色になります。詳細は後半のソフトウェア半透明描画で行います。フル HD でのソフトウェアラスタライザーが支配的な見た目です。 4K だとハードウェアラスタライザーがそれなりに増えていきます。 8K ならほとんどハードウェアラスタライザーに見えます。次にライティングです。ライティングは2019年に発表されたストランドベースドヘアレンダリングインフロストバイトを参考にしています。照明結果は焦点カラーとして描画の前に作成しています。事前作成することによりハードウェア、ソフトウェアどちらでも描画で利用することが可能です。右側は直接照明のシングルスキャッタリングの結果です。正しいかは正直わかりませんが、見た目はそれっぽく見えます。黒い髪の毛以外は多重散乱を計算する必要があります。実際のゲームでは多重散乱を利用しています。詳しくはストランドライティングにて説明します。次にハードウェア描画です。ここは特別な最適化はしておりません。もともと全てをソフトウェアラスタライザーで実行するつもりでした。幅を持った線を描画するの場合は負担が大きいためハードウェアでの対応が入りました。髪の毛自体は下の図のようにカメラ方向を見るビルボードのような形状で描画をしています。この時
毛の1本単位で正しいモーションベロシティを計算しています。これはアンチエリアシングは TAA に頼ることを意味しています。こうしてハードウェアのラスタライザーで描画することができます。だいたい正しい見た目ですが、線がところどころ飛んでいたり欠けていたりします。これに先ほどのソフトウェア描画と合成するといい感じの見た目になります。拡大して比較してみましょう。左はハードウェア TAA、 右はソフトウェアラスタライザーを含んだものです。ソフトウェア描画の準備ですが、全体で4つのパスで構成されています。1つ目は髪の毛のオクルージョンカリング用の深度バッファーを縦横16分の1にして作成します。2つ目はフロクセルに髪の毛の線分を登録する際の各ボクセルの容量の算出です。ここでは髪の毛をラスタライズし、フロクセルにインターロックアッドを使いカウンターをアップします。3つ目はメモリーの確保です。フロクセルに対して結果を保存するための線形バッファーのオフセットアドレスを確保します。これはフロクセルのカウントアップした容量を線形バッファーのカウンターに対してインターロックすることで確定できます。この時ついでに容量をリセットします。最後にもう一度ソフトウェアラスタライザーを行います。再度描画した線分のインデックスを線形バッファーに格納します。格納先はフロクセルのオフセットアドレスにインターロック度から確定できます。このような無駄が多い動作ですが、この動作はどの IHV でもスケールするため対応を行いました。ソフトウェア半透明描画は単一のコンピュートシェーダーでラスタライズを実行します。 16×16 ピクセルを1つのタイルとし、タイル単位でグループスレッドが動作します。1スレッドは1つの線分を担当します。線分の頂点に含まれる幅を利用し、投影面積から半透明率を算出します。線分の描画自体はアンチエリアシングラインを使用して 2D 的に描画し、きれいなアンチエリアシングラインを描画します。フロクセルを手前から順にラスタライズを行います。タイルの内部のピクセルが十分な不透明になったら打ち切るために行っています。ラスタスライズする点は半透明で、深度と色を持っています。これを単純に処理の順番に描画すると見た目が破綻します。そのため半透明を正しく描画するために2014年に発表されたマルチレイヤーアルファブレンディングを実装しました。これは純不動半透明の処理の一種です。マルチレイヤーアルファブレンディングはシンプルなアルゴリズムです。 N 個のバッファを保持し、投入されたピクセルの深度を利用し、手前から順に色などを保存します。これはある種のソート処理に相当します。ソートから飛び出したものは最後のレイヤーの部分と半透明合成を行います。 RE4 では8個のレイヤーを利用しているため、7個までは深度の順番が保証されています。この方法の利点はシンプルな実装です。また固定のメモリーサイズで動作しています。代わりに操作するためにアトミック性の保証が必要となります。もともとはラスターオーダードビューといった機能を利用していました。今回はグループシェアードメモリー上に作業バッファを作成しています。グループシェアードメモリーはコンソールにおいて超高帯域なので、通常のメモリー書き出しより高速に動作します。次にアトミックを保証するために、64ビットに深度と半透明率と色の合計5要素を圧縮して保持しました。これによりアトミック性の保証はインターロックドマックスに置き換えることで実現しています。また半透明合成はコンペア&スワップとループによる実装を行っています。アトミック性の保証のためにシンプルに64ビットインターロックドを使います。RE エンジンはリバースデプスを利用しています。
手前に高い値を入れるようにするためにインターロクドマックスを使ってソートと値の交換を行います。下記のような感じで動作しています。あるハードウェアによっては64ビットアトミックをサポートしていない可能性があります。32ビットインターロックのみをサポートしている GPU では完全ではないものの正しそうな結果になるようにしています。対応はまず32ビットでインターロックドマックスを行います。結果が現在のフラグメントと比較して小さければ新しい色にインターロックドエクスチェンジをして交換を行います。インターロックドマックスとインターロックドエクスチェンジの間に時間差があります。結果が不定になる可能性がありますが情報を伝播させるために交換をしています。これは正しいのでしょうか。何もしないよりはマシということでこの対応を入れています。さて最後のレイヤーの外に出て飛び出した部分への対応です。マルチレイヤーアルファブレンディングの最後のバッファーの合成はコンペア&スワップを使った半透明です。この最後のレイヤー以外はの部分は正しい半透明のブレンディング結果にならない可能性が高くなります。ですが結果はだいたいいい感じに動いてそうです。これは髪の毛がだいたい同じ色で構成されているためでしょう。64ビットインターロックドで作った OIT の結果です。いい感じに見えます。32ビットインターロックで作った OIT です。だいたいいい感じに見えます。作り出されたソフトウェアラスタライザーの結果を合成します。ソフトウェアラスタライザーはすでにアンチリアシングされています。 TAA による不要なぼかしが起こらないようにトランスミッタンスをレスポンシブ AA として利用しています。こうしないと過剰なゴーストが発生し見た目が不安定になります。またトランスミッタンスの識位置で振動の出力をオンオフなども行っています。被写界振動といったポストエフェクトに反映するために行っています。出力する際の振動は最も手前の髪の毛の振動を採用しています。最後にモーションブラーへの対応です。ソフトウェアラスタライザーは単純な特定関節を利用してモーションベロシティを計算しています。髪の毛の動きは反映されませんが首の動きを反映することでモーションベロシティの時間を稼いでいます。ではパフォーマンスです。右のようなカットシーンでのラスタライズだけの時間を見てみましょう。 4K のチェッカーボードレンダリングでおおよそ 4.0 ミリセカンドの時間をかけて髪の毛を描画しています。フレームレート優先ではおおよそ 3.6 ミリセカンド程度の処理時間をかけています。これにキャラクターの数やシミュレーション、ライティングの計算が必要になります。これらはすべて GPU の処理時間で CPU は何も行っておりません。髪の毛は表示面積で性能をかなり消費しますが、見た目はいい感じです。最後に最適化です。髪の毛は先ほどの例からも GPU の負担が高い処理です。最適化のために髪の毛の表示割合を減らすと髪の毛を太らせる機能を入れました。これにより見た目の一貫性と性能の改善を行いました。 RE4 のインゲーム中はパフォーマンス優先のためコンソールでは髪の毛を常時 70% オフにして表示しています。まとめです。ソフトウェアラスタライザーを使いアンチエリアシングの髪の毛を表現できるようになりました。また太い髪の毛も対応しました。さらにシェーディングも高品質なものを追加しました。今後の課題は髪の毛の分割の自動化による性能と品質の改善です。またハードウェア描画時の OIT も検討中です。それ以外にもさらなる高速化もありますが、レイトレーシングへの対応もあります。現在は非ストランドのメッシュを表示しているため、LOD で説明したような少ない毛でレイトレーシングに反映できないかも検討しています。それでは第1部の発表を終わります。
引き続き第2部のストランドライティングの発表になります。それではストランドライティングについて発表ご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。アジェンダはこちらの通りです。まずこれから説明させていただきますストランドライティングの最終結果をご覧いただきたいと思います。こちらは RE4 のゲームカットシーンの一部で、レオンとアシュリーの髪の毛に対してストランドライティングを導入した結果となります。こちらの導入により髪の毛のリアルなサイドや奥行き、ボリューム感を表現することができ、髪の毛の表現クオリティが向上いたしました。それではまず髪の毛のシェーディングの根本的な概念としてマルチプルスキャッタリングの説明を行います。右図は縦の茶色のストランドヘアに太陽からの光が入り散乱していく様子を表しています。右図の通り人間の髪は光が髪の毛を通過しながら無数に散乱する複雑な物理的多重散乱現象が起こり、視点に光が入射します。これはリアルな奥行き、ボリューム感を得るために重要な効果になります。特に明るい色の髪はこの散乱効果により明るい髪に見えているため、明るい髪にとっては特に重要な構成要素となります。ただし実現するためにはすべての髪の毛に対し無数の散乱シミュレーションを計算する必要があり、特にゲームのようなリアルタイム性が要求されるものでは実現が困難な計算となります。こちらは RE4 のレオンのマルチプルスキャッタリング有無の比較となります。左がマルチプルスキャッタリングなしの場合で、明るい髪色の表現がされておらず奥行き、ボリューム感がなく不自然な見た目になっています。一方右はマルチプルスキャッタリングありの場合で、明るい髪色のリアルなサイドの表現や奥行き、ボリューム感が表現できていることがわかります。それではマルチプルスキャッタリングの実装についてご説明いたします。先ほどお伝えしました通り、マルチプルスキャッタリングは計算負荷が高く、ゲームではそのままでは実装が困難なため、近似手法を用いる必要があります。今回 RE4 ではデュアルスキャッタリングという近似手法を用いてマルチプルスキャッタリングを実装いたしましたので、そのご説明をいたします。デュアルスキャッタリングはマルチプルスキャッタリングを2つの構成要素、グローバルマルチプルスキャッタリングとローカルマルチプルスキャッタリングに分けて計算することで、複雑な物理的多重散乱現象の計算を簡略化する手法となります。グローバルマルチプルスキャッタリングは右図の青枠の通り、光が入ったところからシェーディングポイントまでの散乱を近似計算します。その中で影響規模が大きい前方散乱のみを扱うようにしたり、通過する髪の毛の向きを同じ方向と仮定したりすることで、多くの計算を事前計算できるようにしています。
赤字の式がその近似式で、光源からシェーディングポイントまでの髪の毛の本数 N 項以外は事前計算が可能となっています。一方、ローカルマルチプルスキャッタリングは右図の緑枠の通り、シェーディングポイントの近傍根の産卵を近似計算するものです。特に明るい髪色の髪質の場合、髪の色に大きく影響するのがこの項目になります。グローバルマルチプルスキャッタリングが前方産卵を取り扱うため、この項は後方産卵を少なくとも一つは含む必要があります。簡略化のため、周囲に部屋が存在すると仮定し、シェーディングは同じ方向として扱う近似を行うことで、こちらも事前計算を行うことができます。これらのデュアルスキャッタリングに興味のある方は、下記の参考文献をご覧いただければと思います。次に、先ほどのグローバルマルチプルスキャッタリングの計算で出てきました、シェーディングポイントから光源までの髪の毛の本数 N 項につきましては、参考論文記載のフォワードスキャッタリングマップスを活用しています。ただしボクセルに TF シグマ F2 乗は保持せず、髪の毛の不透明度を描画する方法で計算しています。不透明度はボクセルにおける髪の毛の太さからの割合を0から1に正規化して加算描画しています。ボクセルサイズは 128×128×128 を使用しています。シェーディング時にはシェーディングポイントから光源までのボクセルをレイシューティングし、髪の毛の不透明度の合計を取得して髪の毛の本数に変換しています。なお、ディープオパシティマップではなくこちらを選択した理由としましては、光源ごとにシャドウマップ描画及びその後の複数レイヤーのディープオパシティマップを作成する必要がなく、ジオメトリー描画コストを抑えることができたり、また先ほどの近似式により TF シグマ F2 乗を保持する必要がなく、髪の毛の不透明度のみの描画で良いため、扱いやすくメモリ的にも有利だと考えたためとなります。また頭や体のスキャッタリングの遮断は G バッファーの深度から奥行きオフセットの間を産卵遮断エリアとして扱っています。なお、ライティング計算はストランドヘアのセグメント頂点単位に計算しています。こちらはそのスキャッタリングの遮断についての比較画像となります。左が遮断なし、右が G バッファーの振動を用いた遮断を行ったものとなります。髪の毛のライティングが頭や体でしっかり遮断されていることがわかると思います。次に、デュアルスキャッタリング処理がありなしでどう変化するのかをご紹介します。左画像はシングルスキャッタリング単一産卵のみで、真ん中がデュアルスキャッタリングの画像となります。また右の画像はポリオンヘアで擬似的な違法性スペキュラーやリムライト処理を行ったものとなります。左画像のシングルスキャッタリングのみでは、マルチプルスキャッタリングの複数の産卵計算を行わないため、産卵による減衰がなく全体的にのっぺりし、
多重産卵がないため髪色が表現できていません。真ん中の画像のデュアルスキャッタリングでは他の2つと比べて産卵による減衰があり、リアルなサイドや奥行き、ボリューム感が表現され、滑らかで自然な見た目になっているかと思います。関節孔のライティングについてのご紹介いたします。関節孔はライトプローブ、ローカルキューブマップ、IBL を取り扱っています。前週からのそれらの関節孔のライティングをマルチプルスキャッタリングでそれぞれ計算することはリアルタイムには大変困難なため近似実装をしています。手法としましてはカメラ視点をもとに関節孔方向を決めています。右図のようにストランドヘアの方向をタンジェント、カメラ方向をノーマル、それらを外積したバイノーマルの正規直行ベクトルを作成し、バイノーマルとノーマル方向の加算方向とその逆方向の2方向でマルチプルスキャッタリングの光源計算を行う手法になります。ストランドヘアのシャドウについてご紹介いたします。まずはストランドヘアに落ちるシャドウの対応のご説明となります。当初ストランドヘアに落ちるシャドウは不透明物と同様にスクリーンスペースのピクセルディザーを用いた手法でシャドーイングしていましたが、ライティングが頂点単位のため視点や髪が少しでも動くと反影箇所で激しくちらつきが起こっていました。その対処としましてエクスポネンシャルシャドーマップスを用い影のグラデーションを滑らかにすることで課題を解消いたしました。エクスポネンシャルシャドーマップスはストランドのセグメント頂点ごとにシャドーマップのフェッチが1回ということもあり、負荷的にも有益でした。次にストランドヘアが落とすシャドーについてのご説明となります。シャドウマップに対してシェーダー内でストランドヘアのセグメント頂点をライン描画して描画を行っています。シャドウマップに描画するストランドヘアのピクセル領域は非常に小さく、そこまで精度が必要でないため描画するライン本数を減らして描画して処理負荷を抑えています。デフォルトでは 20% のストランド本数でシャドウマップに描画しています。ストランドヘアのシェーディングのシェーダーグラフについてのご紹介となります。他のシェーダーと同様ストランドヘアもアーティストが扱えるシェーダーグラフの対応を行っています。ストランドヘアの頂点セグメント単位にシェーダーのエディットが可能となっています。髪色の入力としてベースカラーを扱えるようにしています。内部的にアブソープション吸収率に変換してマルチプルスキャッタリングの計算で用いています。こちらの変換の詳細にご興味がある方は下記の参考文献をご確認いただければと思います。また主な入力パラメーターとして方線と各種ラフネス値も取り扱っています。デュアルスキャッタリングの処理負荷についてご紹介いたします。
計測の条件としましては、スポットライトが10灯、環境光は先ほどお話ししましたカメラ方向を元にした2方向でライティングを行っています。計測は PS5 でライティングのみの計測結果となります。ストランド本数は23,000本、そのセグメント頂点数は約27万頂点で、シャドウなしの場合 GPU 処理負荷は約 1.32ms、 シャドウマップありの場合は約 2.25ms となっています。今後の主な課題と展望をお話しいたします。一つ目は、ライティングする紙のセグメント頂点のシームレスな増減の対応です。ライティング用のストランドヘアのセグメント頂点を別途準備し、シームレスに変更できるようにすることで、ライティング品質と負荷のバランスが取れるようにしたいと考えています。この手法の導入で LOD にも対応でき、有用だと考えています。2つ目は、レイトレーシング環境光のライティング対応です。こちらはレイトレーシングを作成した環境光をストランドヘアに適用したいと考えています。3つ目は、レイトレーシング用のアクセラレーションストラクチャーへの対応です。こちらはレイトレーシングで環境光を作成する際、ストランドヘアの影響も与えるようにする対応となります。4つ目は、コンタクトシャドウへの対応です。こちらは現状、髪と顔の細かな影がなく接地感が乏しいため対応したいと考えています。5つ目は、間接光ライティングでご説明した近似手法ですが、まだまだクオリティが乏しいところがありますので、さらなるクオリティアップ最適化を行えればと考えています。参考文献はこちらの通りです。以上となります。ご清聴ありがとうございました。